イツアーガイドのあゆこです。今日私は、カネオフにあるフォーマルフィアボタニカルガーデンに今から行きます。レッツラーゴー声が撮る人が多くて危ないからって言って禁止になっちゃったんですよね。Too late.トイレはこのビジターセンターしかないので、確か。今書いてあった。ノーレストルームオンパースって。ね、トイレ済ませてからすごく広いのでここは。アサイーラバーの。アサイーの木。アサイーファームだって。ここからアサイーがなるんだ。初めて見たよ。植物。なってないけど。ヘリコーニア。湖が見えてきました。歩いて10分ぐらいかな。いいね。ねえ、広い。芝生が気持ちよさそう。ね、すごくいいね。いっぱいでも人が。あそこね。あれ手前にオレンジよく見えない。あれ全部あの魚だよ。本当？チクチクってちょっと気持ち悪いぐらいにいる。わあすごい。ほらオレンジ色の鯉がすごいよ。気持ち悪い。やだ気持ち悪い。すごい。すごい密集しすぎだよね。あそこ何や寝てるのあれ。違うでしょ、ココナッツ。鳥があそこで寝てるかと思ってみんなで。そうココナッツ拾ってきたのさ、なんか、うん、スリーココナッツ。スリーココナッツ。
のビジターセンターのところからさらに奥に来ました。ここキロナニマウカってところが、ここを上がっていくとちょっと展望台みたいな感じになってるそうです。のでちょっと行きたいと思います。ちょっとね、ここ結構思ったより坂が急勾配だったんで膝に負担がすごい子供が走ってるけどこけそうだよね、これ走ったら転がってきそうなぐらいの急勾配です。はい、今日はフォーマルヒアボタニカルガーデンに行ってきました。で、日曜日なのですごいたくさん人もいて、でローカルの人もたくさん来てました。子連れのファミリーもすごく多くて、中で魚釣りとかもできたりとか、本当に広いんですよ。オアフ島で一番、大きなボタニカルガーデンなので、まあ、駐車場もたくさんあるし、本当にもう自然豊かですっごくいいところでした。で、今日は、せっかくカネオヘに行ったので、そのまま平等院鳳凰堂も行きたかったんですけど、今コロナでちょっと閉まっちゃってて、いつにオープンするかわからないということでしたので、また、それは、オープンしたら後日、撮りに行きたいなというふうに思います。また動画でシェアしたいと思います。で、今日の、動画が、面白かったなっていう風でしたら、ぜひ、いいねボタンよろしくお願いします。あと、チャンネル登録してもらえたら、すごくすごく嬉しいです。あとね、インスタグラムもやってるので、ハワイあゆこで検索してもらうと出てくると思います。いろいろハワイの、情報とかもシェアしてるので、よかったらフォローしてください。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。アロハ。